あ、タケ来たよ。タケ、お疲れ。お前何その感じ。どうしたの。どういうこと。もう今あるの詳細。お前何、こっち引っ越すのか。1日何時間来たの。高速使ってるのに1時間ぐらいです。高速で自分出したの。はい、ケンタロウのやつでこいつめちゃくちゃ叩かれてるよ。見た。1日100個ぐらい来るのよ。やったと思うんですけど、めちゃくちゃ心覚えるなんかこいつ喋れるの。お前ら何人よ。3対1よ。お前こいつかな。うちに対するこだわりってあるの。こだわりで言ったらこの人チャンスがメンバーが良かったんで、うん、ここは続けようかなって。お前うまいな。うわー今これもう全員どうです。どうです。大事な話がある。何もね、返すのってどうすんじゃねえよ。でも目がずっとあれ何花粉症なんですかね。何おかしい。ずっとなんか二重ですね。なんか最近ここが痛いんですよ。ちょっと気がする。全然二重なってない。二重なったのあれです。多分男性疲労すること。男性なんか TikTok 見すぎだろ。ちょうどでも携帯ずっと見てると目を腰からってこ別に何も寝てないんだけど、ちょっと動画撮んなきゃと思って。じゃあタケがあいつも今帰ってきてるです。なんであいつなんかあれでもう終わりとか言って、ここで終わりですとか言って、今日なんか全員行けなら余裕ですとか言ってた。でも5時半ぐらい持ってますね。あの現場なんか面白いのないの。お前何こっち引っ越すんか。すぐには無理です。普段入らしまってるんです。家が帰る。あ、すぐにこっち引っ越すかもわからない。どこも行ける。帰り2時間ぐらいかかるんです。なるほど。いやもうやめとくだな。もうやめろよ会社。でも引っ越すのは決まったのか。まだ決めてる段階です。そうだったらもうシャバオケは入るやん。はい。じゃあ多分続かんだろ。一日何時間来たの。今高速使ってるんで1時間ぐらいです。高速で自分でしたもん。はい。魔王か。いくら。片道1000円ぐらいですね。メニュー出したろうじゃん。これいいか。もう片道だけ出したの。帰りだけ。ありがとうございます。すごい。これ動画で一応両方って言っとくけど半分だ。片道でもだいぶ助かる。動画では視聴者の皆さん両方出します。僕はありがとうございます、うん、だけど分かっとんな、はい、片方でいいですって動画カメラ止めたらいい、はい、社長片方でいいですよって言って。あもう十分ネタになって帰るわ。なんかないの橋場。でそういうなんかそういう話しちゃったの。あお前は、お前座が言っとったよってこいつ来る前で。なるほど話。リュウジはショウはそういうのあんま言わないとダメなんですよ。ショウがちゃんと別にケントロウ君がいなくてもやりますという答えがはっきり出てくれば別に僕らは何も言わないわけで、ケントロウ君辞めた理由とっていうのをちゃんとうまく話してくれれば、そうなんだ、じゃあケントロウ君ちゃん頑張ってねみたいなレベルなんだね。だお前コメント欄のケンタロウのやつで盛り上がっとるもんね。お前喜んどんじゃん。ほんで二人になったんちゃうのお前。めちゃめちゃこいつ叩かれとるね。ケンタロウのやつでこいつめちゃくちゃ叩かれとるよ。見た。見てない見てない。やばいぞ。その叩かれじゃあ俺今コメント管理しようじゃん俺ら。で、で、データ溜まっとるもんだって。俺も多分今日見たら1日100個ぐらい来るんだよ。で、それ一個一個チェックして消したいですよ。いや、だいぶ消しちゃっとるよこいつ。いや、俺も3消するもん。コメントの確認はもう朝とかやると1日ドヨーンってするから。すんごいぞお前。やばかったお前。かわいそうになってくるからな。いや、炎上とかじゃなくてなんかお前もう職長になる責任ないとか、もうこいつめちゃくちゃ叩かれてる。いやそんな翔くんだって頑張ってるじゃんっていうコメントなんか100分の1ぐらい。100分の1ってもないじゃないですか。まああれ動画がちょっとな、あれだけ見るとそうっすね。中身をしてないんだ。見た。見てないっす。見るよ。見た。中身です。見た。見ました。基本ずっと見てるっす YouTube は。どう思う。お前からしたら翔が責任者であること。これに関しては、まあ、動画上しかリスナーは分からへんんすよ。うんうん。まあ、外部がやいや言うてもしゃあないんちゃうかなっていうのが、まあ、うん、一緒の会社で働いてる僕からのしたら意見っていうかです、ね。うん。で、お前から見とって、ああ、別に間違いじゃなかったんじゃないかと思う。まあ、ケンタロウ君がやったことに関しては、まあ、間違いやとは思うんですけど、うん、まあ、日頃の、まあ、言い方も多少きついなっていうのもあったんですけど、翔君の。うん、それはお前に対して。いや違うっす、健太郎君に対して。あ、お前に対してはどうなの。
まあ、全然めっちゃ優しいんですけど、うん、僕も、まあ、付き合いが長いと年上とか関係なく、うん、思っていることそのまま言ってまうことって多分あると思うんですけど、うん、多分そういう感じで多分翔くんも言ってやったと思うんですけど、うん、めちゃくちゃフォローうまいですなんかこいつ喋れるのお前ら3人と3対1よお前こいつ勝た俺お前そんなやつだと思わないお前もう高速両方出してるわそれそれそれ皆さん半分かお前動画ではほぼ全部ってなっとるけどお前3対1で全然喋ってないよで翔がなんて言ったか知ってるカメラ向けられると喋れないですよって言ったんだってくるんですよ全くこいつコミュニケーション力ねえじゃんとかなんかめちゃくちゃ困ったカメラ回っちゃうと喋るっていうのはあるっすねいや嘘つきでもカメラ回ってきてもいやいやあのちょうどどう思うお前それに対して喋れんすよねいや一番最初そんなこと言ってなかったですか YouTube の初めの頃そんなこといや言っとったけどじゃあカメラ回ってないとこでも喋らんくねもう変わらんすね変わらんよ別にいや言っちゃうんすよあれは間違いないないいや、みんな通るときと違うって、それはそういう話はしてるんですよ。なんでなんで。社長がおるときと、うん、みんなとおるときは全然違いますよ。うん、それ誰も勝手に、俺言ってんの、カメラも勝手に言ってんの。社長です。お前、勝手に俺とかエロそうに言ってないよ、社長、2人で動画撮ったじゃないですか。どういうこと教会のとき。知らん、そんなもん、お前。どういうこと全部知ってる。じゃあそこをなんか切り崩せんと、お前。あ、滝来たよ。滝、お疲れ。お疲れ。お前何その感じどうしたのえどういうこと俺全然今日現場行ったら全然気づかなかったずっとヘルメットかぶってたダサちょお前やめろよそれなんかじゃあこいつ作業着とかめちゃくちゃおしゃれじゃんって安全帯だから喋ってたのに時間見なきゃお前ちょっとダサくないかっこいいいや今の子は流行りなのかそれは流行ってないですねじゃあ変だよなで多分今あのヘルメットアウトは潰れちゃってるんですバーって伸ばしたらかっこいいのえ反りすぎじゃねえのお前ハゲやんお前何ハゲだよバカにすんだよスキンフェイスやめとんのいや違う違うハゲは別にしょうがねえだろフェイドじゃないからいやフェイドはフェイドではないフェイドって何フェイドじゃないでそれはおしゃれなのかなスキンフェイドっていうあ今流行りなんだまあ、確かに似合う顔はしとるけどな。ダンサー付き合ってないで。で、お前さ、0か100やろ。そうそう、なんか0か100みたいな感じだろ。あ、そういう話じゃない。0か100。じゃあ、ツルツルすぎるんだろ。色がなんか、やばくない？ツルツルすぎ？画像見したらこうなった。そった。じゃあ、絶対そいつ知らんやつがやったよ。宮城亮太見せたら。スラムダンクのマジでマジでいい感じだからかっこいいんだってお前いやイケメンだけどなだからちょっともうちょっと色合いじゃない嫁にも言われましたちょっとそれはないそれはないわってなんか本当になんかナスミの蓋なんかお前の方がアデランス見えるもんな俺よりちょっと撮ってちょっと待って全然俺よりなんかこいつの方がなんか鍋豚みたいななんかナスミの下手みたいなこと俺のだってお前こっち見てこっち見てじゃあ俺の方が全然アデランスっぽくないよな全然見えないっす言われたっすもんこいつ髪の毛乗っけたってなんか乗っける感あるよないやいやじゃあやっぱそういうのうまいって言わせてやった方がいいんだって俺アデランスって本当思うもん俺あんま言ったらあんけど前の人と今の全然また違うんだってできる人できる人だから俺泣いたからね下手すぎてほんとに泣いたからねじゃあ寝てパッて起きたらお前サザエさんみたいなのだったわ何のことになったのとかいやちょっとこういうふうにしてみましたとか言ってお前勝手なことするなってお前何だけ我慢してると思ったぜって言って俺お前いかにしろとか言ってなんだけど今担当変わったらめちゃくちゃいい全然違う人で青ね何お前社会保険とそこの話したいな、まあ、そこ一応サムネにしたいなその辺は話しそうのちゃんとなんか一応しそうですけど、うん、やっぱまあ家庭もあるもんで、うん、だけどだったら違う場所紹介した通りだな、うん、そのうちに対するこだわりってあるのこだわりで言ったらもうこの人チャウスが全員一緒にいてるこのメンバーうんメンバーが良かったんで、うん、ここは続けようかなって通りになんか帰ってるんでお前うまいなうわ今これもう見ようか誰かカメラ回ったら俺の表情撮りたかっためちゃめちゃうまいなぁお前グッドお前最高やもうキルアップしちゃってもいいちゃうかお前いいこと言うなぁそうだまあだってキュウちゃんはそのいいから回ってないだろ今あ今は安いです
嫌でした、うん、あ、人がめちゃくちゃいい、人で選びました。そう、もう俺もさ、性格悪いからさ、な、誰が一番、それだけ言ってきて誰が一番いい、誰が、僕、パンタ君です。うわこの母さんに、この2人、それ俺、誰誰、いや、パンタ君、一番最初に、バーベキュー誘ってくれたんですよ。うんうん、これで、もう、ここの会社に入ろうと決めたんですよ。ああ、カンタね、はい、ああ、バーベキュー誘ってくれて、パンタ君っていうか、もう、家族ぐるみの付き合いじゃないですけど、あ、まあ、奥さんも、そうです、子供とかも全員連れて、うん、バーベキューとかをちょくちょくやってくれてあって、うん、そういうとこ見て、仕事抜きでの関係が良かったら、いい会社やな、うん、仕事抜きでの会社、うん、お前最高だなお前最高だないや俺バーベキュー前に焼肉行っとんだけどお前そういうとこだぜ、お前コメント欄また荒れるぞお前焼肉行く時でそういうとこだってあ、そう、カンタ一番、まあそれだけじゃないだろ、でも、まあ、子供同士が仲いいっていうのもあって、うんうん、このカンタ君とこう、トープ君とこうが、うんうん、こういうのもあってのカンタ君に、うん、僕の中で、まあ、よくしてくれてある先輩みたいな、うん、まあ、イメージは持ってます。もうカンタ一番だ、そうです、あ、まあ、全員が全員いい人ずっと俺この2人撮っとるからさみげなく、あ、いやいや、トシ君、これもトシ君以外はいい人だろ、いや、トシ君いいじゃん、くれてやるんだ、トシ君いいじゃん、物やん、お前物だよ、物か、お前でも肉はダメだったんだろそういうとこだよな、お前物やん、ほら、もうこの顔怒っとるぞ、お前ちょっと怖いなちょっと怖いな、カメラ切ったあとやばい、うん、ちょっとやばいな、あ、足元動画は上げるの、結局、はい、やってんの、上がってる、上がってないです、なんで、あの、安に渡して素材だけ渡して上がってないの、あれもう今あるの、素材来ないですけど、なんで撮ってます、なんで撮れてないですお前なんか言っとったよな、正月みんなで旅行行きたいんで、え、あ、言いましたね、だから動画頑張りますみたいな、はい、じゃ動画頑張りますって、あの、あれだよ、視聴者に聞くとなんか俺がやらせとるみたいな感じだけど、じゃ収益は全部自分たちで持ってとるかな、はい、って言ってなかった、何、3日で終わりよ、お前もうそれで本当責任者やれるの、3日じゃないです、あ、1週間ぐらいです、何本やろ、ね、2本2本1本だろう、はい、2本3本、もう明日から動画頑張りますって言って3本終わりました、1週間で、いや3週で1本ずつ、あ、週1本ずつ上げて、はい、それで終わった、3日坊主やねんか、まさに3回やねんかお前大体人間だろう、お前途中でカメラマンがね、ちょっといい日になったり撮る予定やった動画あったんですよ、あ、マジで、車スケちょくちょくいじってて、うん、その愛車紹介じゃないですけど、職人の、うん、僕もタケ君も車好きなんで一緒に撮ろうっていう話してたんですけど、そしたら女が寄ってくるって言ったらな、言ってないですね、リュウジ君ほんま大事だよ、いや、僕の車 YouTube のしたら多分女の子すぐ寄ってきますよ、なんか言ってたな、あ、お前なんかそれ俺聞いたことあるわまだけどやるならやれへんちゃう、自分たちだけでやれるの、いや、全然いけるっす、車もすぐやるでしょ、あ、早く帰ってきたら、よし、じゃあありがとうございます、ちょっと今日早く終わったのに強引に電話して、絶対リージ文句言ってただろ、あれ、え、いや、俺が今から行くわって言って、何も言ってないっす、あ、社長なんで来るのって言ってた、あ、それ悪口だろめちゃくちゃ嬉しいやん、ね、もう出会われごま捨てくんの、キャバクラ行く時だけごま捨てくんの、社長もう一杯飲みたいっすね社長、一番面白いのは社長がダブル指名しとった、面白いひたすらお前そんなん使えんだろお前え、2人ですかみたいな、うん、見たら全部可愛く見えるもん俺あ、俺も可愛い、俺も可愛い、俺も可愛いっつっていや、あいらそうだろう、なんか指名とかすると可愛い子来るだろう、確かにだろうね、なんかヘルプみたいなやつとかこいつの可愛いげみたいなさっきまでブスだったのにとかなんかお前店の嫌がらせ、なんかそうだよな、あれなちゃんとブスとかじゃなくて、俺結構喋れるやつ選ぶもんな、マジでぶっちゃけ。そんなになんか可愛くなかったよな、別に俺選んだやつ。ただ全員に人気かな、俺絶対。次の日絶対誰かわからんもんな。次の日送るのとも思わんけど。寝柄みたいなのは。朝に、のやつを外したんですか、朝来た。岡部来たんで閉めようか。何なんかあいつさ、なんかモナリザみたいな顔したの。
ちょ、俺どうかみたいな。おーってか、浮いてきてさ、動画になっとるかどうかがやけど、ちょっと僕は向こうガラス越しに、ちょっとバーって奥から顔出して。崖口みたいな。崖口みたいな。だっただ、ほんとによ。あいつ今見たら怖いよな、ここ。はい、じゃあお疲れ様です。ご協力ありがとうございます。皆さんじゃあ、一斉の出で、また見てねお願いします。せーの。おー、いいね、いいね。なんか絵がいいわ。OK 。